犬飯チャンネル。ワンちゃんを愛してやまない皆さん、突然ですが、最近自分の犬が運動量が減ったなとか、なんか様子が変わったなんて思ったことはないでしょうか。実はそれ、老犬になったサインかもしれません。愛犬と過ごす時間が長くなってきたけれど、そろそろ老犬になったのではないかと感じたことがある人もいると思います。今回は老犬になった犬の特徴を5つ紹介していきます。日々愛犬と一緒に過ごす中で、老犬になった時に現れるあるサイン、これを知っておくことで、いざそのサインが現れた時に見逃さずに老犬になったことに気づくことができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。この動画を見て、あなたの愛犬が老犬になったかどうかを知ることによって、ワンちゃんの状態に合ったお世話をすることができるようになり、ワンちゃんにとって幸せな生活をあなたが提供できるようになります。またもしあなたの愛犬がまだ老犬になっていなかったとしても、これを知っておくことで早く老犬になったと気づくことができ、早急にワンちゃんにとって最適な対処ができるようになります。知らないとあなたの愛犬が老犬になったことに気づくことが遅れてしまい、その間ワンちゃんは辛い思いをしてしまうかもしれません。それでは今回は老犬のサインを5つ紹介します。自分の犬が老犬化していないか不安という方や、老犬になるとどうなるのかよくわからないという方にとって、とても大事なことを紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。犬飯チャンネル。まず大事なことをお話しします。自分の犬が老犬になったかどうかを知るには、飼い主であるあなたの日頃からの観察が必要です。おそらくこの動画を見てくださっている人は、ワンちゃんを愛してやまない人や、ワンちゃんの幸せを心から願う人たちがほとんどだと思うので、きっと大丈夫だとは思いますが、なぜ観察が必要なのかというと、異常というのは健康な通常の状態を知っているからこそ気づけるものだからです。それでは話を戻しますが、今回は老犬になった犬の特徴を5つ紹介していきます。1つ目は排泄習慣の変化、2つ目は食欲の変化、3つ目は眠りの質の変化、4つ目は体重の変化、5つ目は目の白濁です。老犬になった犬の特徴、1つ目は排泄習慣の変化です。排泄習慣の変化は主に内臓の変化によって引き起こされるものなので、老犬の体調や機能の低下を示す重要なサインです。具体的には、老犬になると筋力が低下し、特に後ろ足や骨盤の筋肉が衰えてしまい、排便や排尿のコントロールが難しくなることがあります。後ろ足や骨盤の筋力低下は排泄のタイミングをうまく調節できなくなる原因となるからです。また腎臓や膀胱、腸の機能が低下することで、排泄の頻度やタイミングが変わることがあり、特に腎臓の機能低下は排尿の頻度の増加や失禁を引き起こすことがあります。研究によると、老犬の約 30% 以上が慢性腎臓病を患い、これに伴う排泄習慣の変化が見られると言われています。また高齢犬では関節炎や関節の痛みがあることが多く、これにより排便や排尿の姿勢をとるのに痛みを伴うため、トイレのタイミングが遅れることもあります。老犬のサインの5つの特徴の中でも、排泄習慣の変化は目に見えて分かりやすい変化なので、なんかおかしいなと思ったら、他の老犬の特徴が当てはまっていないかを確認してみてください。老犬の特徴の2つ目は食欲の変化です。これは簡単に言うと、老犬になることで体のいろいろな機能が低下しやすくなることが理由に挙げられます。具体的には、まず基礎代謝の低下が挙げられます。老犬になると筋肉量の減少や活動量の減少などの理由から基礎代謝が低下します。これによりエネルギー消費量が減り、以前と同じ量の食事が必要でなくなることがあります。次に歯や口腔の問題が挙げられます。歯の問題や歯茎の病気は老犬でよく見られるトラブルです。これにより食べ物を噛むことが難しくなり、一
痛みを感じることで食欲が低下することがあります。実際に約 85% の犬が3歳以上で歯周病を経験し、年齢とともにそのリスクが増加するという研究結果も出ています。そして消化器系の機能低下が挙げられます。年齢とともに犬の消化器系の機能も低下するというふうに言われています。これにより食べ物を消化する力が弱まり、消化不良や腸の不快感を引き起こすことがあります。まとめると、これら3つの要因によって年を取るとワンちゃんは食欲の変化が見られる可能性があるのです。ワンちゃんの食事に気を使うことは食欲の変化、健康な状態を維持する上で非常に重要です。現在、公式 LINE を追加すると肥満対策や食欲がない犬におすすめのメニューなど、愛犬の手作りご飯のレシピ30選をはじめとする豪華特典を用意しております。ぜひ概要欄から受け取ってワンちゃんの喜ぶご飯を作ってあげてください。老犬になった犬の特徴3つ目は眠りの質の変化です。睡眠の質が変化するということは、睡眠の時間にも変化が現れたりします。睡眠の質は活動時間の変化による影響も大きいです。詳しく解説すると、まず活動量と睡眠の関係があります。老化すると犬の活動量が減少し、その結果として日中の眠気が増し、夜間の睡眠時間が増えることが観察されています。次に体内時計の影響も考えられます。年をとると体内時計が変化し、睡眠サイクルが乱れることが多くあり、これは老犬が昼夜の区別をつけにくくなることを意味します。最後に睡眠の質の低下が挙げられます。老犬になると深い睡眠に入っている時間が減少し、浅い睡眠や頻繁な目覚めが増えることがあります。これは認知症や関節炎などの健康問題も関連していることがあります。睡眠の質が変化するということは、活動時に何らかの変化が出ているということです。日中、ワンちゃんの運動量が減ったりしていないか、よく確認してみてください。老犬になった犬の特徴、4つ目は体重の変化です。体重の変化は多少の変化だと気づかないと思いますので、定期的に計測を行うようにしましょう。体重が変化するということは、運動や内臓、食事など他の要素の影響による可能性も考えられますので、詳しく解説していきます。まず1つ目は代謝率の低下です。先ほどもお話ししたように、犬は老化するにつれて代謝率が低下していきます。同じ量の食事をしていても、若い頃のようにエネルギー消費ができず、体重が増加してしまうことがあります。また筋肉量の減少も体重の変化に関係しています。そして消化機能の低下です。老犬になると消化器系の機能が低下することで、食事の消化吸収が効率的に行われなくなり、これが体重の増減につながります。次に運動量の減少です。年齢とともに運動能力や意欲が低下し、運動量が減少してしまい、これにより肥満の原因となり得ます。最後に重要なのが疾患の影響です。糖尿病や腎臓病、心臓病などの老化に伴う疾患は、体重の急激な増減を引き起こすなどの影響を与えることがあります。アメリカンベテリナリーメディカルアソシエーションの報告によれば、高齢犬の約 50% が肥満に関連する健康問題を抱えていると言われています。老犬の体重変化は、代謝の低下や消化機能の低下、運動量の減少、そして疾患の影響によるものです。これらの要因が組み合わさることで、老犬は若い犬に比べて体重が増減しやすくなります。定期的な健康チェックと適切な食事管理、そして運動が老犬の健康維持には必要不可欠となります。老犬になった犬の特徴、最後の5つ目は目の白濁です。ワンちゃんの目が白くなるというのは、目で見てとても分かりやすい変化なので、気づかないという人はあまりいないと思います。これには主に2つ理由がありますが、これらを知っておくことで、万が一あなたのワンちゃんの目が白くなってしまった場合にも、落ち着いて対処することができますので、頭に入れておいてください。1つ目の理由は角硬化症です。
聞いたことがある方もいるかもしれませんが、老犬では目の水晶体が加齢とともに硬化し、白っぽく濁る角硬化症の症状が一般的に見られます。これは通常6歳以上の犬に発症し、視力には大きな影響を与えません。ただし、見た目に目が白く見える原因となります。2つ目の理由は白内障です。白内障は目の水晶体が曇る病気で、高齢犬で頻繁に発生します。白内障が進行すると視力が低下し、最悪の場合、失明に至ることもあります。遺伝的要因や糖尿病、外傷などが白内障の原因と言われています。ワンちゃんの目が白い原因が角硬化症なのか白内障なのかを飼い主さんの判断で決めるのは非常に危険です。うちの子は大丈夫だろうと油断していると取り返しのつかないことになるかもしれません。異変を感じたら早めに病院へ連れて行き、獣医師さんに見てもらいましょう。今回は老犬のサインを5つ紹介しました。最後に大切な話をします。冒頭でもお伝えした通り、あなたの愛犬が老犬になったということにもし早く気づくことができたら、運動量や食事量、栄養を見直したりと、あなたのワンちゃんが快適で幸せに生きるための対処をすぐにしてあげることができるようになります。そういったサインに気づくためにも、日頃からワンちゃんを穴が開くほど見てあげていてください。また愛犬が老犬になった時には、定期的な健康チェックと適切な食事管理や運動が健康維持のためには必要不可欠ですが、一体どんな食事がいいのかがそもそもわからないという方もいるのではないでしょうか。そこで今、老犬向けのご飯をはじめとした様々な手作りレシピを皆さんが作れるように、公式 LINE にて愛犬の手作りご飯レシピ30選をはじめとする豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の感想やご意見、紹介してほしいレシピなどがあれば、コメント欄にてリクエストをお待ちしております。この動画がいいと思った方は、グッドボタン、リクエストなどチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。